はい、こんにちは、親父でございます。今日はね、お昼ご飯ですね。本日買ったのはこちら、天丼店屋さんで、今期間限定なのかな、かき城天丼、こちらを購入してきたんで、こちらをね、食べていきたいと思います。お値段がね、850円ぐらいでしたね。とても美味しそうであります。ちょっと見てみますか。こぼさないように、ちょっとね、ベタついてるんで。エビちゃんにいろいろ入ってとても美味しそう。こんな感じですよ。今日はね、一応行ってなんかね、今日10月18日なんですけども、いただきますなんだっけ、18日はね、毎月天丼の日みたいな感じらしくて、あら、牡蠣1個しか入ってないんだ。なんで、上天丼がね、500円。なんで、まあ、お昼時ってこともありましたし、あったんですけども、すごいね、混んでました。並んでましたね。それではいただきます。どれも美味しそうなんだけどな。このちょっとちっちゃめのエビからいってみましょうか。ここのね、天丼、店屋さんがオープンしたのが、2年前か3年前ぐらいかな。一度ね、動画で食べたことがあるんですけど、それ以来ですね。だから動画で食べて以来、店員屋さんで天丼食べてないです。いただきます。うん、やっぱうめえわ。やっぱうめえ。ご飯大盛りでもよかったな。うん、うん、やっぱりエビの尻尾硬いよね。よく食べる人いるし、エビの風味がわかるって言うんで、私もたまに食べるんですけど。次、穴の開いたレンコンさん。この食感、このね、エビの他にかぼちゃとレンコンとオクラ入ってるんですけど、全部好き。牡蠣2個ぐらい欲しかったな。これなんだろう、生姜かな、お寿司の。うん、そうだね、甘酢の生姜、オクラ、これもまたうまい。生姜辛みが強いわ。うん、オクラのこのねっとり感がまたうまい。でも上天丼500円だったら2個買っても1000円だからコスパがいいな。2個買うとエビが4つでしょ、ってことは1500円にしてエビを6本にしてもいいな。かぼちゃうまっ、やっぱうまいな。一回食べるとね、続けて食べたくなるんだけど、なかなかね、タイミングが合わないで。どうしようかな、やっぱエビで締めるかな。
エビか。エビで締めるか。うん。酸味もある。甘みが少ないタイプの生姜なんですかな。すごいさっぱりさせるわ。牡蠣はね、一個なんだけど、わかる？この大きさ、超でかい。うん、うまい。うまいし、でかいし、うん、風味が、うまいな。エビ、やっぱりもう一個買えばよかった。そのぐらいうまい。さすが店員さん。何気にうちの近くに店員が少ないんですよね。やっぱり尻尾は食べない、うん、ってことで完食でした。てんやさんのね、牡蠣上天丼850円、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。